日経平均株価の下げ幅が一時2000円を超えました今日の日経平均は自民党の石破新総裁が誕生してから最初の取引となり経済・財政政策への警戒感から午前中に一時1900円以上を値を下げました午後になって3万8000円台を挟んだ値動きが続く中 外国為替市場で一時1ドル141円台をつけるなど円高が進んだことから輸出関連株が売られ先ほど下げ幅が2000円を超えました。